愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。今週テーマはね、ちょっと重ためでございます。何かっていうと、あなたに気持ちはわからないというテーマで喋っていこうと思います。でですね、テーマだけじゃなくて、今回話す内容も少し重ための内容を話すつもりでいますので、皆さんにお願いしたいのがね、もちろんこのテーマ興味ない方はもうブラウザバックしてると思うんですけど、聞いてここまでね聞いてくださってる方は、ちょっと聞いてみようかなって思ってくださってる方だと思うんです。で、なんだろう、何かの話だけじゃないんですけど、下に引っ張る方が楽なんですよ。例えば物をさ、持ち上げるのって重たいもの大変ですけど、下にこうえいって引っ張るのって力入れやすいじゃないですか。で、人の気持ちもそうで、やっぱり下に引っ張るのって簡単なんですよ。そう、テンション下げるとかモチベーション下げるのも簡単なのね、やろうと思えば。だからこの重たい話とかシリアスな話って、聞くタイミング間違うと、思ってる以上に気持ちがこう引っ張られちゃうこともあるから、ぜひ皆さんの方で、ちょっとお任せしてしまって申し訳ないんですけど、聞くタイミングを少しコントロールしていただけると嬉しいです。申し訳ないんですけどね、よろしくお願いします。では、本編に行く前に、ちょっと遅れておりました。今週ね、あれを投稿したんですよ。茶番動画を。はい。キスケと、ニャンチューのモノマネに関してはね、例年通りだったんですが、なんか一つ足したいなってことで、結構皆さんから意見いただいた中で、結構いろいろやったんですよ。その中でできそうだったのが演舞だったんですね。ちょっと鬼滅の刃見てない方申し訳ないんですけど、演舞のモノマネを練習しまして、頑張った。はい、本当に教育チャンネルであれは何なんだっていうね、意見もまあないことはなかったですけど少しでもね楽しんでいただけたら、1年に1回ですからいいのかなと思っております。本当ね、温かく受け入れていただきありがとうございました。どっかでまたやります生放送とかでね、と思ってるんですけど、じゃあ、本編ね話していこうと思うんですけども、実はですね、このダラダラジオ、いつもは前日の土曜日に撮ることが多いんですが、今回は当日の、ね、日曜に撮っております。今夕方の4時ぐらい撮ってるんですけども、本当はもともと話す内容が違うものにあったんですよ。でちょっと変えていて、特別というか、自分の中でね、どうしてもこれ今日喋りたいなっていうんで急遽撮ってる感じです。で、何かっていうと、もともとね、年間通して自分いじめの話とか、結構自殺の話とかもするから、自分がね、もともといじめを受けてて、自殺未遂をね、してた人間だったりするもんで、そう、だから結構そういう相談が多いんですよ。で、年間通してありますけど、やっぱり長期休みが終わるタイミング、夏休みが終わった後とか、終わる直前とかっていうのはやはり増える傾向があって、もちろんやっぱ学校がさ、その居心地悪い場所だったりすると、それがさ、また始まるとなったら、それは気持ちは落ちるよね。俺はまさしくそのタイプだったから。だからそれで増えていて、でも今物理的に全部返せないから、でもうちょっと無理ですと、もう死んでもいいですかっていう意見結構メールであったから、メールとかいろんなところでね、 DM とかもそうだけど、なので、その思いを今日午前中にかな、Twitter の方に書かせてもらったんです。で、もしかしたら見てくださった方もいるかもしれないんですけど、で、それのリプとか、それを見てまたメールとかがちょっとあって、で今回だけじゃないんですけど、よく言われるのがね、あなたは、ハイチはね、あなたは今ね、明るいところにいると、幸せを感じてる場所にいるからそんなことが言えるんだと、そう、当の人間はそんな余裕はないんだと言われるんですよ。で、これはね、でこれをね、なんか見てそれに反論して、ちょっと喧嘩みたいなことも前にあったんですけど、そのユーザーの方同士とかで、いやこれね、もう土星論だと思ってて、俺の中で、なぜかって俺がそう思ってたから。もし、俺もう35歳だから、当時ね、SNS とかもなかったし、中学生、高校生の時に、もしだよ、今俺が中学の絶望期ね、暗黒期の中学時代に戻り、ハイチがね、こいつが、こういうツイートをしてたら、俺同じこと思うもん、絶対に。と、あなたは今幸せだから、そんな風に言えるけど、こっちはもう何も居場所もなくて、生きる意味も感じなくて、そんな風に思えるわけないでしょ、みたいなね。に思うんです、俺きっと。だからやっぱそう思うよなって思って見てたのね、そういうそのリプとかに関しても、でもそれが分かった上で俺はツイートをしたいの。だから動画とかでもさ、死なないでくれって動画でよく撮るんだけど、そういうメッセージ動画をね撮るんだけど、分かってる、自分の中では。これを聞くタイミング
によってはうっせえなって、てめえ何がわかんだよって思うだろうなって、うん、自分がそうだったからさ。でも発信しないと嫌なの俺は。なぜかっていうと、まあ、自分の中の生きる上でのなんかテーマというか決まりっていくつかあって、そのうちの一個に、一度きりの人生だから言いたいことはちゃんと言っていこう、思ったことはしっかり発信していこうっていうのが一個テーマにある。もともと自分は八方美人なところがあって、人に嫌われるのがすごく苦手です、はい、できれば人に嫌われたくないです。こんな活動してますけど、俺のこと嫌いな人いっぱい知ってますけど、でもそう思ってる。だって嫌だもん嫌われるのは。そうけれど、100人いて100人に好かれることなんて絶対に無理なんだよ。それ誰にもできない、そんなことは。だから何かを発言するときとか何かを行動に移すときも、その発言とか行動に関して100人の人が、あそれいいねって言ってくれることも絶対ないんだよね。無理なんだよそんなものは。そうだから何かの意見を、だそれが怖かったから基本的に自分の意見は言わないし、何も目立つアクションを起こさないように生きてきたの、ずっと。目立したくないし何も言われたくないから。そう、褒められることもないけどけなされることもないんだったらそれでいいやって思ってた、ずっと人生それでいいって。でもやっぱりこう教育に携わるって決めた時に、やっぱり自分のように悩んでる子たちは絶対にいて、どのタイミングでもやっぱりいたから、自分の身近にね。で、まあ、自分はもともと大学生の時に教育実習に行って、そこで出会った当時保健室登校してた子たちね。でそのうちの一人の子がさ、当時本当自殺未遂して入院してしまって、それが退院した直後だったの。でもその子たちと本当2週間だけだったけど、教育実習2週間の間たくさん時間共有して、たくさん話して、であの子たちからもらった言葉で自分はその教育、なんか今までね、それまでもずっと本当8年9年ぐらいもう毎日死にたいって思ってて、自分の生きる意味なんてわからないし、自分が死んだところで誰も悲しまないと思ってたから。今は思わないよ、今はもう親は悲しんでくれるしもちろんって思うけど、当時はもう視野が狭くなってたから、もう本当そんな風に思えなくて、どこにも居場所はなかったし。そうだけど、その子たちに俺って生きてていいんだって教えてもらったの。そう簡単に言うと、いっぱい話して、まあ、いろんなことがあった、その2週間すげえ濃かったんだけど、その2週間が経った後に、その自分のおかげでもう自殺未遂しないって決めたからって、頑張って生きていくからって言ってくれたの、その子が。でそれを聞いた時に、あ俺人の役に立てんだって思った。そうでその子たちに教えてもらったんよ俺、自分の生きる意味を。そうだから自分は教育っていう場合、今教育に携わってるけど、もう教育は恩返しの場なの。その子たちはもう成人してるから、その子たち自身に恩返しっていうことはまあなかなか難しいけど、まだねそのうちの一人のことはさ、普通に飯食ったりする関係だから、まあそれを何かしてあげることはできるかもしれないけど、でも今を生きてる子供たちね、みんな学生のみんなに対して恩返しをしていく、その一つが俺の中ではその授業動画もそれなのと思ってて。でももちろん授業動画始めた時もめちゃくちゃ叩かれたし、で今日みたいなね発言、今はさ、こうなんだろう、まだ応援してくれる人が多くなったから、結構こう好意的にね受け取ってくれる方も増えたけど、でもやっぱり当時ねボロクソに叩かれる、今でもあるけど叩かれることもあるからさ、けれど自分が何かを発することで、それを見てもうちょっと生きてみようかなっていう思っていただけるんだったら、自分は発信する意味はあると思ってる。そうだから何かを言うときとか、もちろんツイッター今日書くときもめちゃくちゃ考えたし、そう受け取なんだろうな、まあ、変、ネガティブな意味で受け取られることはもちろん分かってる、当時の自分を想像したらそうなるからさ、けれど間違った受け取らせ方はしたくない。そう自分がこういう A っていう意味で発信してるんだけど、全然違う Z っていう意味で受け取られてしまったら、それはもうそこですれ違いが起こるじゃん。でも SNS なんでネットだから、どうせだからやっぱりすれ違いが起きてしまうから、そうならないようにすげえこう文字とかこの表現でいいかな、これでいいかなって考えながら、まあツイートしてるわけなんだけど、なんかごめん話がバラバラになっちゃったんだけどさ。そうだからなんか自分が今回思ったというか、今思ってるのは、なんて言うんだろう、基本的にね、その何か自分がすることによって劇的な変化、例えばもうなんか生きる意味が見つかりましたみたいなのは俺はないと思ってる。俺は多分そんな力はないし、それってほぼないと思うんだよね、どんな人でも無理な気がしてて。そうでもね、もうちょっと頑張ってみようかなって、もうちょっと生きてみようかなっていうのが、例えば
その気持ち、例えば俺の動画なのかそのツイートなのか分かんないけども、もしそれでそう思ってもらった、でもその効果って本当は 2,3 日で切れちゃうんだよね。そう、長くて 2,3 日だと思う。下手したらその日のうちに切れちゃうと思う、その気持ちっていうのは。でもそれでもいいと思うんだよね。それが何回も何回も何回も連続で、もうそれでもその都度発信していくから、それでその連続でいつかみんなが、もしかしたらじゃあ学校で苦しんでる子はいつかは卒業するわけです、その学校で。家庭内のね、親の事情で苦しんでる子もいるわけよ。でもいつか家を出たらその環境は変わる。そう、本当はもう今すぐね、そんなもう言い方悪いけど毒親って言っちゃうけど、からもう引きずり出してあげたい、その環境からと思うけど、でも今それは俺にはできないから、法律からしてもね、俺にもそんな力がないから。だからこういうことを発信することしかできないし、できないけども、言っとけばよかった、って発信しとけばよかったっていうのはやっぱりしたくないよね。そう、だからああいう発信をしてる。そうで、これからもする。それはきっとこれからすることによって、もちろん今と同じようにお前何がわかんだよっていう思わせることは絶対あると思う。でもそれでもいいと思う。そう、そう思う人が悪いとは思わないからね。そうけれど、じゃあ今日はそう思わせてしまったけども、じゃあ1ヶ月後の何かのタイミングで自分の動画かそのツイートかの何か見た時に、ちょっと違う意味で、いい意味で、プラスの意味で受け取ってくれる日が来るかもしれない。そうだから、そうやってやっていきたいなって思ってる。俺もだって一生続くと思ってたもん、あの暗黒期が。だから今すぐ死んでしまいたいと思ったし、本当に意味、生きる意味が分かんなかったから、もうなんかいきなりさ、バッて死んだら迷惑かけるから、もう何も誰も知らない土地で不意にいなくなろうみたいなって思ってたしね。でもまああんな風に思ってたけど、今はなんつうんだろう、やっぱ生活が変わって、みんなにこう生きる意味というかさ、まあハイチさんのおかげでとかさ、ハイチさんがいたから頑張れますって言ってくれる子たちがいるから。あ、そう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 、そうだ、ごめんなさい、行ったり来たりになっちゃうんだけど、最後に言っておきたかったのが、こう YouTube のコメントでもそうですけど、まあ、Twitter のリプでもそうですけど、例えばこう俺に対してね、あったかい言葉を送ってくれるじゃないですか、くれる子が多いじゃないですか。その言葉にめちゃくちゃ俺は救われてるんですよ。そうだから覚えててほしいのが、あなたが聞いてくれてるね、あなたが発してくれた、書いてくれた、その本当にみんなにとっては分かんない、どういうどのぐらいの気持ちか分からないけども、みんな書いてくれてるその言葉、そのコメントが、まあちょっと大げさにちょっと重くなるかもしれんけど、本当に俺の力になってるし、俺を救ってくれてるんよ。そうだから自分なんてね、誰の役にも立ってないなんて思う子も多分いると思う、これ聞いてくれてる方の中にね。でもそんなことはねえんだよ、だって俺が救われてんだから。いや本当間違いなく本当救われてんだよ。そうっていうのは、本当はあのツイートの後にツイートしようと思ったんだけど、なんかこれはなんか肉声で伝えたくて、どうしても。そうだから今回ダラダラジオを急遽変えて、このテーマを喋らせてもらいました。すいません、ちょっと話が行ったり来たりでね、全然まとまってなかったんですけど、まあそういった思いがあってやってるよっていうところと、まあ、みんなは俺のあの中学高校、まあ、中学の時の暗黒期で、高校の時も、高校は平和になったけど、やっぱりその中学の時の精神状態を引きずっちゃってたから、その死にたい死にたいは変わってなくて、まあ、大学まで変わらなかったから結局ね。そうだけど、あんな感じだった俺もこうなるから。そうなので、ぜひこうなんていうかな、今の現状、今の瞬間だけを切り取って、それが一生続くっていう絶望だけは少し踏ん張ってほしいなって思ってます。はい、以上です。すいません、ちょっと重たい話だったんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、また次回、来週は違う話をまたねしていきますので、よかったらまた次回のダラダラジオも聞いてみてください。では、この後、まあこの辺はすぐ聞いてくれてる方限定になりますけど、今日からですね、22時の生放送毎日になっていきますので、まあ、3月11日までですけど、よかったらそちらの方もお付き合いください。それではまた来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。